どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アメリカンエキスプレスのクレジットカードのポイント交換まとめということで動画ねやっていきたいなと思います。ということで2023年になりましたということで、先日ねポイント交換ルートのねまとめ動画をこちらでね解説させていただいたわけなんですけども、今回ですねアメリカンエキスプレスが発行しているクレジットカードのポイントね、こちらをまとめてね紹介していきたいななんていうふうに思いますので、アメックスがね発行しているクレジットカードを保有されている方はですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずねヒルトンアメックスクレジットカードなんですけども、ヒルトンホテルポイントっていうのは基本的にヒルトンのねホテルで利用していただくのがね一番お得っていった形になります。ヒルトンホテルの無料宿泊ですね。一応各航空会社のマイレージですね、交換できるマイレージも一応あるにはあるんですけども、1万ポイント1000マイルということで非常に交換レートが悪いんですよね。ですので一応できるんですけども、まあ基本的にはねお勧めすることができないっていう風になりますんで、もうこれだけしかヒルトンホテルポイントなくて、もうヒルトンホテルポイント貯めるのやめようかなみたいなね、まあそういった感じで使い切るのであればですね、航空会社のマイルに交換するっていうのもまあいいのかななんていうふうに思うんですけども、基本的にはねお勧めできないっていった形になりますので、ヒルトンホテルのね無料宿泊で利用していただくのがねお勧めっていった形になります。でヒルトンホテルのねお勧めの利用先についてなんですけども、ヒルトンホテルね国内であればですね、6京都こちらがね個人的にはね一番お勧めっていった形になります。それ以外にもですねコンラットとかね、まあ、そこら辺でね利用していただくのもねいいのかななんていうふうに思いますし、2023年にはですね、ヒルトンは宮古島のヒルトンとヒルトン横浜、この2つがですね一応開業予定っていう風になっておりますので、宮古島の方は確か夏ぐらいにね開業みたいなね、まあ、そんな話も聞いておりますので、まあ、そこら辺でね利用していただくのもねいいのではないのかなと思います。ちょっと価格帯はね横浜も宮古島もねどのぐらいのね価格設定になるかですね、ちょっとまだわからない部分があるんで、まあ、どれぐらいお得に利用できるかっていうのはちょっとまだわかんないんですけども、まあ新しいホテルね2023年もできますので、まあ、ここら辺でね利用していただいていくのもねいいのではないのかなと思います。それでは次に ANA アメックスクレジットカードですね。 ANA のアメックスクレジットカードは1000ポイントね1000マイルっていった形で10日でね ANA マイルに交換することができるんですよね。その代わりですね他のポイントに交換することができないんですよね。ですので基本的に ANA アメックスのクレジットカードのポイントはANA マイルにね交換していただくのがねおすすめっていった形になります。でそれ以外にもですね利用できる先としてはですね、まずね年会費に充てるっていうことができます。2021年の後半からだったと思いますけども、1ポイント1円でね、最初はキャンペーンで1ポイント 1.5 円とかでね利用できたんですけども、現在は1ポイント1円でねポイントを年会費に充当するっていうこともできます。詳しくはですね私実際にこちらの動画でねやりましたので、もし、ね、利用方法が知りたいっていう方はこの動画ね見ていただければなと思うんですけども、1ポイント1円でね年会費に充てることができます。でこちらね注意が必要なんですけども、このANA アメックスゴールドのクレジットカードを持っていて年会費の請求が来ますよね。まあその時に普通にメインカードでガンガン使っているっていう方はですね、特にね気にしなくていいのかななんていうふうに思うんですけども、もうね SFC とかをつけて全然使わないで持ってるだけみたいな、まあこういった方はですね、この年会費の請求をポイントで当てるとですね、年会費の引き落としっていうのがまあ来ないように思いますよね。これね来ないわけではなくてですね、一回現金は口座から落ちるんですよね。で口座から現金は落ちるんですけども、ポイントで支払ってますよね。ポイントで支払ってるんで現金は落ちるんですけども、ポイントで支払ってるからアメックス側にまあクレジットみたいな感じで残る感じになるんですよね。で次回以降の支払いね充当されていくっていう風になりますんで、年会費をポイントで払ったからといって口座引き落としがねされないわけではございませんので、この点はね本当に注意してください。私もね年会費ポイントで支払った時にもうこれで年会費の請求来ないんだろうなと思ったら普通に現金全部落ちたんですよね。あんまりね口座にお金を入れてない口座だったんで、まあ足りたから良かったんですけども、これね支払い遅延とかになったらねあんまり意味がございませんので、この点はね本当にご注意いただければなと思います。またね ANA アメックスのポイントは1ポイント 0.8 円換算で
航空会社の決済であったり、ホテルの決済であったり、こういった支払い先であるとですね、1ポイント 0.8 円換算で利用額にね、ポイント充当することができます。こちらね、航空会社、まあホテルね、国内外、まあどこでもっていうとちょっと語弊があるんですけども、まあ基本的にはですね、航空会社で登録している会社、もしくはホテルでね、登録している事業者に関しては、利用していただいた金額を 0.8 円換算でですね、ポイント充当することができるっていう風になりますんで、まあこれがお得かどうかっていうのはちょっと微妙なラインなんですけども、ポイントをね、使い切りたいみたいな時にですね、まあ使っちゃえみたいな感じでね、思われた時は使ってもいいのかななんていう風に思うんですけども、まあこの ANA アメックスのポイントっていうのは、ANA マイルにね、10日で交換することができますので、まあ基本的にね、ANA マイルか、まあもしくはね、まあ最悪でも年会費とかね、こっちの方がお得かななんていうふうに思うんですけども、一応利用先の一つとしてですね、覚えておいていただければなと思います。それでは次にアメックスのプロパカードですね。グリーン、ゴールド、プラチナ、そのビジネスカードについてなんですけども、先ほど ANA アメックスでですね、航空会社の決済だったり、ホテルの決済でね、利用した金額に 0.8 円換算でポイント充当できますっていう話をしたと思うんですけども、このアメックスのプロパカードもそういったね、感じで利用することができます。で、それ以外のポイントの利用先なんですけども、こういった形になっておりまして、こちらね、一部です。これね、かなりの種類があるっていう風になっておりまして、まあこれね、有名どころをちょっと抜粋させていただきましたけども、ANA マイルであれば1000ポイント、1000マイル。この ANA に関しては年間4万マイルまでっていうね、上限がございまして、こちら1年間っていうカウントになるわけなんですけども、1月1日から12月まで。まあこれで1年間ですね。これで年間4万マイルまで。4万ポイント、4万マイルまでですね。まあ、これ以上はですね、交換することができないっていった形になります。で、それ以外にはですね、JAL マイルが2500ポイント1000マイル、ANA スカイコインが1000ポイント1000スカイコイン、楽天ポイントが3000ポイント1400楽天ポイント、T ポイントが3000ポイント1500ポイント、ヒルドンポイントが1000ポイントで1250ポイント、マリオットポイントが1000ポイントで990マリオットポイントということで、一応こんな感じのレートになってるんですよね。まあ交換先はですね、こちらが有名どころっていう風になっておりまして、マイルのね、交換先は、これ以外にもね、マイルの場合はかなりね、種類が多くて、ANA とか JAL、まあそれ以外にもですね、エミレーツ航空、タイ航空、エールフランス、エアチャイナ、スカンジナビア、カタール、デルタ、キャセイ、カンタス、フィンエア、エディハド、シンガポール、ブリティッシュアウェイズ、バージンアトランティック航空ということで、この中でね、おすすめの航空会社っていうのは、まあ ANA はね、まあおすすめなんですけども、まず JAL に関してはですね、交換レートね、先ほどね、見せていただいた通りですね、2500ポイントが1000マイルにしかならないんですよね。こちらね、40% ぐらいの交換率っていう風になりますんで、かなり低いんですよね。ですので、アメックスのリワードポイントに関しては、JAL マイルに交換するっていうのは基本的に、ね、お勧めしておりません。ANA だったり、それ以外にはシンガポール航空、バージンアトランティック航空、まあ最悪ブリティッシュアウェイズのマイル、まあここら辺かななんていう風に思います。で、まずね、シンガポール航空についてなんですけども、シンガポール航空のクリスファイア、こちらに交換していただくのもね、結構ありなんじゃないのかなと思います。このシンガポール航空っていうのは、自社のね、マイルじゃないと、長距離のね、ビジネスクラスとか、ファーストクラス、スイートクラスっていうのは、基本的に開放してないんですよね。ですので、ANA ってシンガポール航空と同じスターエアラインズグループなんですけども、ANA マイルではシンガポール航空の長距離のビジネスクラスとか、スイートクラス、ファーストクラスっていうのは、発見することができないようになってるんですよね。まあこういった感じになっておりまして、これがシンガポール航空のシンガポールマイルであれば自社マイルになりますんで、発見することがね、できるっていった形になるんですよね。まあこの一応ね、長距離のビジネスクラスはですね、ずっとシンガポール航空のシンガポールマイルでしかね、発券することができなかったんですけども、まあ余談なんですけども、最近ね、エアーカナダっていうね、マイレージサービスで、このシンガポール航空のね、長距離のビジネスクラスね、特典で発券できるようになりましたので、まあ今はね、
シンガポール航空じゃないとビジネスクラスの長距離が乗れないっていうわけではないんですけれども、まあ、ファーストクラス、スイートクラスに関しては今もね他社マイルで発券できるようになったっていう話は聞きませんので、まあ、基本的にこれ狙いでね、発券していただくのがねいいのかななんていうふうに思うんですけれども、私もね2022年の7月の終わりぐらいにですね、シンガポール航空のこのクリスフライヤーのマイルを使ってデリーからシンガポール、シンガポールからジャカルタっていうね2路線を5万8000マイル、今だとね5万8000マイルぐらいになっちゃうんですけども、1区間をスイートクラス、1区間をファーストクラスでね利用させていただいたんですよね。このねスイートクラスっていうのはちょっとこちらの動画でね、もし気になる方は見ていただければなと思うんですけども、本当にねホテルの部屋みたいな座席なんですよね。機内にベッドがあって、でお手洗いもめちゃめちゃ広いみたいな、本当にねびっくりするぐらいのスペースのこのシンガポール航空のねスイートクラスっていう風になりますんで、個人的にはですねぜひねこのスイートクラスはね乗ってみていただきたいなっていう風に思いますので、このクリスフライヤーのねマイルを貯めていただくっていうのもかなりねいいのではないのかなと思います。それでは次にバージンアトランティック航空なんですけども、こちらはねこの動画で解説している通りハワイのね特典航空券を、まあ、エコノミークラスにはなってしまうんですけども、まあ、お得にね燃油サーチャージなしで発券されたいという方はこちらねバージンアトランティック航空のマイルにね交換していただくのもね結構いいのではないのかなと思います。詳しい解説はねこちらの動画で解説しておりますので、ぜひね参考にしてみてください。でブリティッシュエアウェイズのマイルなんですけども、こちらに関してはですね本当に最悪っていう感じですかね。このブリティッシュエアウェイズの、アビオスっていうのは昔はですね、JAL のね特典航空券がお得に発券できたんですよね。で今も発券することはできるんですけども特にお得ではないんですよね。ですので必要マイル数も JAL と一緒もしくはちょっと多いぐらいになってるんで、まあもし利用先がなくてブリティッシュエアウェイズのマイルに変えて特典に発券できて使い切りたいみたいな、まあ、そういった時にはね利用方法の一つになるかななんていうふうに思うんですけども、まあ、それ以外の場合はですね基本的に交換することはねちょっとねお勧めすることができないっていった形になります。それでは次にマリオットアメックスクレジットカードですね。マリオットアメックスクレジットカードはですねマリオットボンボイポイントがね貯まるクレジットカードっていう風になります。先日ねポイント交換ルートの動画でもね紹介させていただいた通り、マリオットボンボイポイントっていうのは無料宿泊に利用することもできますし、各航空会社のねマイレージに交換することもできるんですよね。で交換レートはですねマリオットボンボイポイントと航空会社のマイル基本的に3対1でね交換することができます。ですので3000ポイントあれば1000マイルにね交換することができるっていう風になってるんですけども、このマリオットボンボイポイントっていうのは6万ポイントを一気に交換していただくと2万5000マイルにね交換することができるんですよね。でこの2万5000マイルねボーナスがつくんですけども、こちらね2022年の後半からね徐々に解約になっておりまして、現在はアメリカン航空、大韓航空、デルタ航空、アビアンカ航空、この4つだったと思うんですけども、こちらねこの5000マイルのボーナスがですね対象外になってきましたので、今後ねこちら増えるかもしれないんですけども、現時点ではその4社以外はですね6万ポイント交換すると2万5000マイルにね交換することができるっていった形になります。でこのマイレージサービスでねおすすめなのは ANA、JAL、アラスカ航空、バージンアトランティック航空、エアカナダ、シンガポールっていう感じですかね。 ANA、JAL、バージンアトランティック航空、シンガポール航空はねちょっと今までの動画で紹介したので、割愛させていただきますけども、アラスカ航空ですね、アラスカ航空のマイルはですね2022年の12月に変更があるかもっていう感じでね、私も急遽ねファーストクラスね東京からニューヨーク路線乗らせていただいたわけなんですけども、結局ね変更はなく、今現在は東京からですね今までお得ルートと言われている東京アジア間の JAL エコノミークラス1万5000マイル、ビジネスクラス2万5000マイルっていうねこちらの路線も残っております。東京からアジア間最長デリーまでの区間ですね。また東京から欧米路線ですね、東京からロサンゼルスとかニューヨークとかね、まあこういった路線ですね、 JAL のエコノミークラスが3万5000マイル、ビジネスクラス6万マイル、
ファーストクラス7万マイルでね、利用することができるっていった形になります。で、このアラスカ航空のね、何がすごいのかっていうと、今ね、燃油がすごいね、価格が上がって、燃油サーチャージっていうのがですね、非常に高騰しているんですよね。何にもかかわらずですね、このアラスカ航空で発券すると、JAL のね、ビジネスファーストもね、乗れるわけなんですけども、燃油サーチャージもかからないんですよね。ですので、まあ3万5千、6万、7万っていうね、東京から欧米路線で、ね、必要マイル数あるんですけども、この路線乗ってもですね、プラス80ドルとかね、60ドルとか、まあそのぐらいで、特にね、燃油サーチャージも払わないでですね、特典航空券発券することができるっていう風になりますんで、ここはね、非常に強みっていう風になっておりますので、アラスカ航空ね、マイル貯めてここら辺利用していただくっていうのはね、かなりおすすめっていった形になります。で、次にね、エアーカナダなんですけども、エアーカナダのマイルはですね、ただ私が個人的にね、かなり注目しているマイレージプログラムっていう風になっておりまして、先ほど言ったね、シンガポール航空の長距離のね、ビジネスクラスっていうのは、今までね、他社で発券することができなかったんですよね。ですので、基本的にシンガポールのビジネス長距離最新鋭の座席に乗りたいってなると、シンガポール航空のマイルがね、必要だったわけなんですけども、最近ね、このエアーカナダのマイレージプログラムが、シンガポール航空の長距離のビジネスクラスとかを発券できるようになってるんですよね。ですので世界最長路線と言われているシンガポールからニューヨーク路線のビジネスクラスとかも片道8万7500マイルからね、このエアーカナダのマイルで発券することができるっていう風になってるんですよね。ですので私はね、個人的にかなり注目しているのでおすすめにね、入れさせていただいたわけなんですけども、お得にね、利用できるポイントかななんていう風に思いますので、個人的にはね、かなりおすすめっていった形になります。で、次にね、ユナイテッド航空ですね。ユナイテッド航空はマリオットとね、独自提携を組んでまして、先ほどね、6万ポイントを交換すると2万5千マイルに交換できるって話をしたと思うんですけども、さらに 10% 増量されて2万7千500マイルに交換することができます。またね、ユナイテッド航空のこのマイルはですね、国内の ANA のね、特典航空券にも発券することができますので、またね、ANA の必要マイル数よりね、少なく発券することができるっていう風になりますんで、かなりね、お得に利用することができます。またね、経由便っていうのも利用することができて、東京からね、福岡に来た場合、東京から沖縄、沖縄から福岡みたいなね、まあ、こういった路線もですね、同じマイル数で利用することができるっていう風になりますんで、こういったね、利用方法もあります。またですね、国際線を利用する場合ですね、燃油サーチャージがかかんないんですよね。ですので、東京からニューヨーク発券しようと思った場合ですね、必要マイル数と本当に750円とか、本当に空港使用税だけかかるみたいなね、まあ、そういった感じで非常にね、燃油サーチャージがね、かからず利用することができるっていう風になりますんで、こちらもね、かなりおすすめのマイレージプログラムっていった形になります。ということで今回ですね、アメックスのポイント交換まとめということで動画ね、作らせていただきました。前回ね、ポイント交換のルートのまとめの動画もね、出させていただきましたけども、まあどちらもですね、ポイントっていうのはまあ利用先ね、分かっておくとですね、お得にね、利用することもできるっていう風になりますんで、ぜひね、ちょっと細かいですけども覚えていただければなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。